今日のクイズは楽器演奏クイズ。私がリコーダー、マリさんがお遊びピアノで、あ、ごめん、ミニピアノである曲を即興で演奏します。メーカー品ね、メーカー品、本格的なやつです。はい。なんかなってるな。BGM ね、うん。消していいですよ、 BGM 鳴ってるのでおなじみのやつが。俺選べるからさ、楽器の種類も。今のところ本当に本格的なピアノだけど、 BGM が鳴るっていうことと黒鍵が鳴るっていうことにからもう知らないですからね、この機能。今日も演奏していきます。あ、じゃあもう今日大晦日だからこれで演奏しよう。普通のプレーンなピアノがいいと思いますよ。演奏納めですからね、マリさん。いいです、うん、お話聞いてますか。聞いてる、ちょっと待ってよ。あ、OK、はい、いいよ。うちの長男と似た現象が今だから似てるよね。うちの長男と同じ現象。 OK、 お話聞いてるって言って最近よく聞いてる、お話、お父さん喋ってるの聞いてるって聞いてるんだよ。聞いてるってばーって言う。かわいいね。行きましょう、演奏。マリさんのピアノの演奏からです。上手だった。間とかテンポとか、いや音がね、何箇所かずれたのかもしれないけど、それでも分かる、言いたいことは分かる。あ、ヒントいらないんじゃないぐらい。一応念のために用意してるから、ヒント。昨日の日本レコード大賞にて最優秀歌唱賞を受賞し、この曲も歌われていました。2000年リリースでドラマ大和なでしこの主題歌でした。ドラマの主題歌だった。それでやろう。なっちゃんがさ、今日の演奏楽しみなんだって言ってる前に、琉球交響楽団以来に聞いてたから、この時もとっても楽しみだわ。同じにしないで。あっちは、はい、夏子さんと思って、あっちとその言葉聞くのはあの時以来だなって思った。まあ、確かに。あとエドシーランも。あ、我々もクラシックの端くれだからね。本当に端のくれね。端のくれ。ほぼ糸くずみたいな端です。行きましょうか。 BGM いいですよ、私に。同じとこ行きます。 BGM いいですよ。 BGM 止めてください。行きます。そうする？合奏しよう。やってみる？うん、最後の。最後ので分かったんだってみんな。あ、いい？いいですか？あ、同じ曲じゃないなって書いてる人いる。同じ曲だよ。同じ曲弾いたよ。うん。素晴らしい、いい反応がたくさん来てますよ。じゃあ一緒に行きましょうね。行きます。せーの。
悪くなったな悪くなったな。あれこういうのって徐々に積み重ねていけるものじゃないのかな。悪くなったな。じゃないよ、いいのも悪いのも出て、それを変えていろいろ積み重ねていくんだよ。人生みたいですね。そうそうそう、Music is life。 そう、あ、いいこと言った。英語かとは思えぬ英語力。4年大学で学んだ男とは思えぬ英語力。あー素晴らしい。皆さん分かったみたいで本当に良かったですね。はい、分かったという方はメールを送ってください。宛先は music@rbc.co.jp まで。たくさんのご応募お待ちしてます。以上クイズでした。あー、おかしいね。受ける。